やってきたぞ、検索してはいけない言葉シリーズ。今回も産地がゴリゴリ削られるワードを紹介していくからな。ところで前から気になってたんだけどさ、なんだシエル、産地って何？え？はぁ、最近のガキは文字を知らなすぎて困るな。お前は主語がでかすぎて困るな。いいからさっさと教えてよ、殺すぞ。産地ってのは小規模のことだ。クトゥル神話を題材にした有名な TRPG があって、そのゲームの中で産というステータスが存在して、これはキャラの小規模を表すものとなっているんだ。それにちなんで精神的なダメージを受けることを産地が下がりや減るって表現されるようになったんだ。そもそもクトゥル神話っていうのはある作家が書き記した。ちょっと待て、ストップ、ストップ。検索してはいけない言葉を紹介してくれないか。危うくクトゥル神話の解説動画になるところだったぞ。もうそれでよくない？いいわけねえだろ、タイトル詐欺になる。仕方ねえな。じゃあ早速最初のワードを紹介するかな。最初のワードはこれじゃ。これはどんな言葉なんだ？みんな大好き、気持ち悪い虫系だぞ。そうかそうか、俺たちの大好きな虫系か。帰らせてくれ、ダメ。これはゲジゲジみたいなものかな。お前にしては勘がいいな。ゲジゲジっていうのは俗称で、学名はゲジって呼ばれるんだ。いわゆるムカデの仲間だな。おい、今から俺たちが見るのってまずか。その通り、大ゲジの画像だ。見せるな見せるな、そんなもん見せるな。安心しろ、俺もその画像を見て鳥肌が立ってな。視聴者に伝えるのはあくまでこんな気持ち悪い虫がいるんだぞという情報を、できる限り不快感を減らして伝えたいからな。視聴者に大ゲジの画像を見せるつもりはないよ。それを聞いて安心。だがお前らには見てもらうぞ。なんでだよ。さあ見るがいい。これが大ゲジだ。うわー、どうだった？気持ち悪かったに決まってんだろ。わざわざ聞く必要ないでしょ。そうかそうか、気持ち悪かったか。思わず吐きそうか。俺もだよ。お前バカじゃねえの。おっと、この程度はまだ序の口だ。次もベクトルは違うが、なかなかにヘビーな内容だぞ。勘弁してくれよ。クラゲ？別にヘビーな要素どこにもないと思うんだが、これはとある外国人 YouTuber がクラゲを食べる様子を撮影した動画だ。クラゲってところによっては料理として出されることもあるだろ。何がヘビーなんだよ。この動画、海で取ったクラゲを生で食べたり、ソテーにしたりして、とにかく食べようとはしてるんだ。まあ、その光景がひどいひどい。何度も吐き出したり、吐き出したものを再び口に入れたりと、その様子がアップで映されているんだ。それは気持ち悪いな。料理の CM の逆再生みたいなもんでしょ？あれは逆再生って分かってるけど、これはガチで吐いてるからな。見てるこっちももらいゲロしそうなほどだぞ。あまりに汚いから、ここでは映さないが、本当に不快だからな。気になって調べようとする場合は、覚悟しておいた方がいいだろうな。俺は絶対見ない。僕も。お前らは嫌でも見るんだよ。誰か助けてくれ。うるせえ、ジタバタすんじゃねえ。うわあ、どうだった？お前マジでぶっ殺すぞ。じゃあ次のワード行くぞ。おい、せめてクールダウンさせてくれよ。たく仕方ねえな。はい、クールダウン終わり。短い。次はやばいぞ、なかなかに。さっきのよりもやばいって相当だよね。ああ、これはクラゲや虫なんかよりも、よっぽど不快なものだと思うぞ。特に動物好きな人にはな。その言葉って一体何なんだ？ああ、次のワードは、これだ。事件系だね。こういうのワクワクする。舐めない方がいいぞ。さっきまでのとは違う意味で、産地が減るぞ。これは一昔前に福岡県で起きた動物虐待事件だ。一人の心ない男性が風呂場で子猫を虐待するんだが、どんな風に虐待するか兄ちゃんで意見を募って様子を実況するというものだ。うわ、悪質すぎるだろ。めっちゃ楽しそうやんけ。なんだって？詳しく載ってるサイトから抜粋させてもらうぞ。事件が起きたのは2002年だな。ネットは本格的に普及し始めた時の出来事だな。2002年5月6日、兄ちゃんのペット嫌い版という掲示板に、おいお前やというスレッドが立てられたんだ。スレッドを訪れた人たちに、拾った猫をどんな目に合わせるか、意見を集めて、虐待し、様子を撮影して、アップしていったんだ。犯人も参加者も、こんなことやって心は痛まないのか？いや、痛むわけないでしょう、たかが畜生に。お前マジで黙っててくんね。掲示板の特徴ゆえに、動物嫌いが集まっているからな。そして犯人は自身をディルレバンガーと名乗っていたことから、ディルレバンガー事件とも呼ばれているんだ。なんか舌噛みそうな名前だな。
具体的にどんな虐待を行ったのか文章ベースで紹介していくぞ。まずスレッドの最初に猫がバスタブで猫缶を食べている様子の写真が現れたんだ。写真が見たかったら自力で調べてくれ。おい、俺たちと視聴者に変なもの勧めるな。最初の時はまだ虐待前だから猫は元気。こちらを可愛く見上げている写真になっているんだ。次に2枚目の写真は紐で吊るされた猫が写っているぞ。見せて見せて。海外にしろクソ最高。固定のため安全ピンで止めようとしたものの皮が硬く針が通らなかったから紐で吊るしたらしいな。ひって話だな。楽しそう。マジで黙れ。その後掲示板の人たちに尻尾と足どれから行くと問いかけたんだ。あまりにもエグすぎるだろう。尻尾半分という回答が来るとハサミを使って猫の尻尾を切り落としたんだ。写真には丸まった猫と一緒に切られた尻尾とハサミが写っていたんだ。次に右耳と左耳どっちがいいと質問するんだ。左という回答が得られたことから左耳を切断した。マジで痛そうなんだが。写真には血まみれのバスタブとうずくまる猫に切られた耳が写っているからな。これ以上は見たくねえよ。え、まさきの思ったこと代弁してみたよ。両親からの叫びじゃなかったのかよ。一瞬でもお前を見直した俺がバカだったよ。次の写真では完全に瞳孔が開き、口を大きく開けさせられて、顎は外された猫の様子が、もう聞きたくねえよ。こんなもんかな。だから代弁はもういいって。その状態で吊るされた猫と一緒に、私は敗北主義者ですと書かれた CD が映っていました。一通りしかねえ。やめろって言ってんだろ。そして最後の写真には、バスタバに横たわっている猫の亡骸が映されているんだ。スレッドを見るに、犯行は数時間にも及んだと見れるな。犯人は逮捕されたのか？無論だ、しっかりと裁きを受けたぞ。逮捕までの流れが気になる人は、自分で検索してくれ。検索してはいけない言葉とは？ちなみにこれ、調べようとしたら、顎が外れた猫や、耳がちぎられた猫の画像が、普通に出てくるから、気をつけてな。動画や画像こそなかったが、なかなかきつい内容だったろ。もう今回はこの辺でいいんじゃないか。そんなあなたに朗報です。あと一個あるぞ。秘宝だよ。次のワードは、これだ。俺も大好き。お前らも大好き。これは人間の闇系だぞ。俺は別に好きじゃないが。これも2ちゃんスレッド系だ。創造神広い気に感謝だな。それってあなたの感想ですよね。そうだぞ。ことの発端は、出張帰りに自宅のポストを確認したところ、切っても宛先もない手紙が5通入っていたという、イッチの書き込みによるものだ。イッチって何？スレッドを立てて一番最初に書き込んだ人のことです。スレッドの番号が1であることから、そう呼ばれているんだ。普通に生きたら絶対にいらない知識だな。イッチのその書き込みとともに、実際に入っていた手紙の写真がアップされたんだ。切っても宛先もないということは、誰かが直接郵便受けに入れたっていうことだよな。ご丁寧に手紙本文の写真も投稿されているんだ。アサムサクトという人に宛てられた、RARE と名乗る女性からの手紙だな。そしてここからが本題なんだが、もし調べる場合は、めちゃくちゃ不気味な絵があるから注意してくれ。虫やオートとは別ベクトルでキモいからな。牛音虎の白面の元みたいな感じ？多分それよりはマシだと思う。当然スレッドではその絵を怖がる人は多い多い。そしてその後手紙の本文の書き起こしが掲載されたんだ。本文長いからざっくりまとめるぞ。久しぶり、初めて会った時からずっと覚えています。運命ですからね。手紙を書けるようになることが夢でした。私は憤慨しております。なぜなのか。あの人は私の邪魔をするのです。その後私の声は届きますでしょうかの連呼。私は罰を与えられた、白くなった、空っぽです。証の赤は残されていますか？なんかだんだん不穏な空気が。続き行くぞ。やあお元気？私は少しばかり元気。昨日、味方がもう一人できました。全部の文を読みたいって人は、自分で検索してみてね。だから検索してはいけない言葉とは？そして、この手紙の真実に迫っていくぞ。イッチが不動産に手紙のことを電話で伝えたところ、実は同じようなことが以前もあって、その時、そちらに住んでいた方は引っ越したんですよと。はい？結構なストーカー行為をされていたらしいのです。当時の不動産担当から改めて電話がかかってくるそう。この不気味な手紙を入れた女の人は、まだ自分が好きな人がこの部屋に住んでいると勘違いして、いやいやいや、一通目のまたこうして手紙を書くことを夢見てたという旨は、一度ストーカー行為で捕まり、身動きが取れなくなっていたということかもしれないな。それだと辻褄が合うな。
そして再度電話が終わった報告が勝ち込まれる。前に同じ事件があったのは4年前で、今回のような意味不明な手紙が毎日入ってたそうだ。毎日？当時の被害者はストーカーの女性と知り合いだったため、警察に通報することは避けていたんだ。だが行為は徐々にエスカレートしていき、被害者の家の前で居座ったり、ピンポン攻撃やドアをどんどん叩き続けるなど、我慢しがたいものに。迷惑すぎるな。しかし、しばらくすると、加害者の母親が被害者を訪れるんだ。そして、こう伝えたんだ。娘は入院しました。今までご迷惑をおかけしました。精神病院かどっかに入院したのか？それから4年経った時にまた手紙が送られたって？そういうことだな。何も解決してねえ。というわけで、今回のワードはこれで終わりだ。どうだった？後味が最悪すぎるだろう。トンカツとパフェを同時に食べたような気分だね。まあ、あのすれば、自演って可能性もあるけどな。むしろ自演であってほしいわ。それでは、今回はこの辺りで締めさせていただきます。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。バイバーイ！